10月4日は、若月健也選手の誕生日。誕生日数秘術で見ると、4日生まれは、日にちの合計が4。生まれた日にちの合計が4のグループは、真面目で誠実な、堅実家タイプ。4日生まれは、常識や規則、約束やルールを重んじる、几帳面な性格です。相手投手の投げたワンバウンドのボールが、伏見捕手のプロテクターの中に入ったのを見て、打席の若月選手がすぐに審判にそれをアピールして、走者に進塁が許されたシーンがありましたが、まさに彼が野球規則やルールを重視し、よく理解しているのが表されたエピソードと言えるでしょう。裏表のないまっすぐな性格のため、リード面では相手打者の裏を書くような配球よりも、味方ピッチャーの得意な球、その日うまく扱えている球を中心に、投手の良いところを引き出すようなリードの方が向いているのかもしれません。誕生日数秘術の詳細はコメント欄をご覧ください。